約上位来たけど、この装備でいいのだろうか。おはようございます。おはよう。おはようございます。そうですね、ちょっと今日上位のクエストを初めてでしょ、やると思うので、ちょっと今日はあれよね、このゲームをやる前に嬉しい案件がね来ているんですよ。なんとクレンジングでね、有名な化粧品メーカーさんのリオさんから企業案件いただきました。いや、ありがたい。このチャンネルでもさ、私相当言ってると思うんだけど、結構私美容大好き人間なんですよ。例えば今私35だし、春の時期なので花粉とかもすごいから、やっぱこういうスキンケアにしとこうかなとか、そういうのがいっぱいあって、今日はそんなね、まあ、お仕事だったりとか、まあ、肌の状態とかにも、まあ、これがいいんじゃないかなっていうね、おすすめの商品を紹介していきたいと思います。ごまきのギルド。ちなみになんか先ほど美容だけはしっかりしたいっておっしゃってたんですけど、うん、視聴者さんも美容で聞きたいことがいっぱいあるみたいで、ほうほうほう、ちょっと何個かピックアップしたので、せっかくなんで答えていただいても。せっかくなんで、はい、いいですか。握手した時に、うん、手が潤ってましたが、はい、ハンドケアはしてますか。潤ってたの、本当はちょっと恥ずかしいんだけど。まあ、ハンドクリームとか、あとボディクリームをこう塗り広げたり、あとは化粧水とか乳液とかで、そのメイクするついでにケアしてたりとかするかな。そのモーニング娘。時代から、うん、例えば美容で続けてることとかってありますか、うん、っていう質問は。ドライヤーをするときはフェイスマスクをつけた状態でいつもドライヤーしてる。こうね、ドライヤーしてる最中にこう顔につくじゃない、それが肌に刺激を与えてるんじゃないのかなと思って習慣になってる。やっぱ効果あるんですか。かゆくなったりしないから、そういった面では効果がいいのかなとは思うけど、うん、僕もやったら。でもほら髪がないじゃん。そう、ハゲてるみたいな。髪はあります。髪はあるけど長くないじゃん。でもそう、長く髪がないって言われちゃうと、ちょっと男性としてショック。そうだよね、はい。マガイマカットの倒し方教えてくださいっていう。それどういう面で美容なの、倒し方。自分の得意な武器で普通に頭ポンポンやってたら、いつの間にか足引きずって眠るでしょ。そしたら捕獲しちゃえばいいんじゃないの。以上だよ。ゲームをやってるとね、これよ、やってるとやっぱこうなるべく時短したい、さっさとプレイしたいって人がね、多分このチャンネルを見てる人は多いと思うのよ。むしろ男性の方だったら、わし何もやっとらんけどみたいな人も多いと思うので、今回はわし何もやってないっていう人にもおすすめのものを紹介したいと思います。こちら、リオのね、ザ・リブーストローションってやつです。見えるかな、見えるかな、見えるかな。こんな感じになってます。これ実際に私がね使ってる方のも持ってきてるんだけど、こちらすごいとろみがあって、普通さ化粧水って1分ぐらいとか1分半ぐらいしたらもう肌に吸い込まれて、ちょっともう乾燥し始めてるかなみたいなとかあるじゃない。このリブストローションはオイルインだからなのか、伸びはすごいいいし、匂いもすごい爽やかな感じでいいんだけど、本当になんか塗ってしばらく時間を置いていても潤って吸い付くような感じになってるわけなんですよ。でこのオイルの中にお肌の三大ビタミンと言われてるビタミン CEA が入ってて、私結構 CEA は普段めちゃめちゃ気をつけているもので、この商品で例えば C を取ってとか、この商品で A を取ってとか、なんかいろいろそういう感じで気をつけてやっていたから、これでその3つが取れるのはめちゃめちゃありがたいって個人的に思ってる。はい、じゃあ実際ね顔にも塗っていくと、こうこれぐらい、こんな
感じで、もう優しく自分のこう気になるところは特にこう重ねて押さえてあげるような感じで多分十分だと思う。塗ってみる、分かりやすいように。見て、今ちょっととろーって塗って、あー垂れそうって感じなんだけど、ほんととろーりって感じかな。こんな感じですごい伸びがいいから、これだけでも顔全体にね広がって、でこう塗るとすごいなんかツヤが、こんな感じで、わかるかな、こっちと比べるとなんか肌ツヤ良くなりましたみたいな感じになる。めっちゃこっちカサカサじゃないそう考えると。でオイルが入ってると、まあ、ベタつくイメージみんな持ってると思うんですけども、ベタつくっていうよりはほんとしっとりして滑らかになるっていう感じかな。ちょっと塗ってみて、僕みんなも。僕ですか、うん、ここにいる人それで足りる、顔の大きさ的に。いや誰が顔でかいのみんなにも試してもらう、どうせならね。なんかバラっぽい匂いしますね。あ、これバラなのかな。なんかさ、お花っぽいさ匂いはさしてさ、すごいいい匂いなんだけど、もう本当にお花屋さんみたいな感じの匂いだと思う。時短的に、だってこれさ化粧水ともはや美容液が合わさっちゃいましたみたいな感じじゃない。手間がすごい省けるからかなりの時短だよね。使用感的にも使う、なんていうシーン的にもありがたいなって思うかな。ちなみに今日はね、あのりょうさんのクレンジングもありまして、このクレンジングもさ、過去にいろんなクレンジングのタイプを使ってきたんだけど、年齢とかを考えて結構クレンジングバームを使い始めてから、あのしっしっとりさがちゃんと保たれてる感があるんですよ。いろんなね、こうここにあるクレンジングのタイプで、例えば私は肌荒れを防ぐとか、その敏感肌用のクレンジング、これ緑のやつを使ってるんだけど、他くすみとかさ、毛穴とか乾燥小じわとか、なんかそういったのに、まあこれがいいですよみたいなのでこう分けられて売られてるからいいんだけど、クレンジングってさ、買う前気になることってちゃんとメイク落ちるのかなとか、やっぱそこがね、多分女子たちは一番気になるとこだと思うので、実際にこのクレンジングバームがどんな感じでメイクが落ちていくのかっていうのを見せていこうかなと思います。アイライナーを塗ってみようか。この辺にね、こうこんな感じで、ね、引けたね、そうこんな感じで、私が普段使っているこの敏感肌用のクレンジングバームを使っていきます。私はたっぷりめに顔に使っちゃうかな。今日もちょっとたっぷりめにあえて出しますね。でこんな感じ。ちなみに中はね、まあ、使ってるからちょっとあれなんだけど、こんな感じ。あっやだこんな感じになってますこう優しく、まあ、そんな力入れなくても落ちていくんだけど、やっぱこすっちゃうのがいけないんだよね。だからなるべくこのオイルでこの優しく優しくマッサージをするかのように塗っていってあげると、肌にもね負担かからずにいいのかなって思うんだよね。こう普通見るとこう、まあバターのようなそんな感じなんだけど、なんか細かい粒状の、粒状っていうかカプセルみたいなのが入ってて、毛穴の汚れをちゃんとこう取ってくれるんだって。だからなんかあの油っぽくなっちゃうんじゃないのかみたいな、バームだからと思って、いる人いるかもしんないんだけど、全然そうじゃなくて、むしろこうちゃんと汚れを吸着して落としてくれるっていうところが私は武器なんじゃないのって思う。よいしょ、こんな感じ。ちょっとね、ほい、こんな感じで落ちました。なんかこっちと比べるとなんかしっとり感が違うわ。こっち35だとするじゃん、こっち28ぐらいになったかな
あの今回はディオさんのコスメを紹介させていただきました。こちらのね化粧水リブーストローションの方もそうだけど、全体的に、まあ、しっとり感が欲しいよ、あと時短したいよっていう人にはディオさんの商品がとてもいい商品になっていますので、皆さんよかったらチェックしてみてください。というわけで、まあ、こんな感じで紹介したんですが、まあ私この後メイクしてくんだけど、まあ、このしっとり感が今続いてるので、こちらのディオザレイエマルチョの日焼け止め乳液、まあ化粧水なんでね、ちゃんと乳液だったりとかでこう保湿蓋をしてあげて、まあ、メイクをするっていう形で今日はこの後メイクしていきたいと思います。皆さんも時短でねできるアイテム、もしよかったらゲットしてみてください。というわけでこの後ボンハンします。行ってきます。パッパラパーパッパパパパーパパ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 パッパラパーパッパパパパーパパ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 パ